ですね、今回日本アンドロイドの会との共催ということで伺っています。日本アンドロイドの会の側からですね、今回講演者として、出させていただきます有山啓司と申します。はい、今日はアンドロイドの話は一切しませんのでよろしくお願いします。はい、自己紹介って言ってもですね、普段アンドロイドの会っていうぐらいですから、僕はアンドロイドアプリをずっと作ってますということと、機械学習を初心者の状態で、トライをしようという、そういう前提で、お話をしていきます。ちなみに僕ツイッターはやってないのでよろしくお願いします。探さないでください。はい、でですね、皆さん、多分今日初めて出る話題だと思うんですけど、この前こういうブログがですね話題になったんですね。アルファ号のサーバー料金は、最低60億円という話題が出ましてですね、なるほどなるほどと。で、このブログを見てると、内容を見るとですね、ここをちょっと注目してほしいですね。はい、シリスの有山社長と話をしていて、はい、なんか書いてあるわけですよ。あ、そういえばなんか吹雪さんとご飯食べた時に、5とかに注力するよりはもっと身近な問題片付けないといけないよねみたいな話はしたよなと思うんですが、この文脈だとね、どう見ても僕が言ったように思えてしまうんですよ。非常にこう、これを見た時の僕の気分こんな感じですね。はい、なのでですね、ちょっと、大変ですね、これを見て慌ててしまったという、ただそう思われてしまったのは事実だとしたらですね、僕の言い方が悪かったかなと反省をしています。はい、で今回ですね、転送フローで趣味の画像収集サーバーを作る4月号というからにはですね、過去もあるわけなんですよ。はい、もう昨年の12月にですね、これ Google デベロッパーグループというものが各地にありまして、その神戸で、大阪工業大学さんのキャンパスを借りてですね、教室を借りて、転送フロー勉強会、転送フローを話題に GDG の、勉強会をやりました。はい、で次ですね、2016年入ってから2月の後半にもですね、はい、こちらはですね、近畿大学の教室を借りてですね、転送フローの勉強会をやったと。はい、で、3月になるとですね、アンドロイドバザーランドカンファレンスで、転送フローについて僕と和則さん、佐藤さんもですね、一緒にお話をさせていただく機会がありました。はい、この時のですね、資料っていうのはスピーカーデックに公開してますので、また皆さんですね、見てもらうとですね、どういう経緯をたどったのかっていうのが分かりやすいかなと思います。はい、で、こうやって続けてですね、僕勉強会に登壇してるんですが、テーマっていうのは常に一貫をしています。はい、転送フローを趣味に生かすというテーマで、今回は画像収集サーバーということで言ってますが、この趣味を生かしてですね、語でですね、強くなることより身近な問題があるだろうという話をしたと思うんですが、それを解決したいと思っている、その努力を続けているという状態です。はい、僕にとっての手近な問題って何でしょうかと。はい、これですね、これは非常にですね、皆さんにとっても大事な問題かもしれないんですが、僕は自分好みのメガネっ子の画像をですね、自動でも収集したいと、はい、そういうことをですね、転送フローで勉強を実現したいということで、かれこれですね、12月からトライを続けているという、はい、そういう状態です。はい、でですね、その実現を阻む壁が3つあるよという話を先月ですね、しました。1つはデータの壁、メガネっ子をですね、判定するには大量のメガネっ子画像が必要ということ、これをどうやって集めるかということがまず1点。で次、計算量の壁、それをですね、実際コンピューターで学習をさせる、この計算量を大変大きなものになるので、どうやって確保するのかと。はい、で3つ目、機械学習の壁、僕は機械学習初心者です。はい、これは繰り返し言ってます。この初心者はですね、いかに、言い方悪いですけど、勉強せずに目的を達成するかということをですね、僕はずっと続けていると。でちなみにこの計算量の壁は、GPU のマシン1台買って、早くなったねっていう話をしたんですね。ただ機械学習の壁、データの壁っていうのは、前回もですね、課題として残っていました。はい、前回作成したデータセット、
メガネっ子の画像をまず721枚、それ以外を367枚、はい、これをまあ集めてきてですね、顔を切り抜きました。はい、で、それをですね、C410、テンソーフロー、非常にチュートリアルが充実しています。C410 という、もの、サンプルで用意されていて、このモデルに入れると。でこれ10個ですね、エアプレーンからトラックまで10個の物体認識をするサンプルです。10個ができるなら2個も意見でという話ですね、はい、つまりメガネっ子かそうでないかこの 2クラスに分類すればいいと。これ1、0ですね。ラベルをつけていきます。で、まあ、オンプにチーファテンにオンプに100個です。このデータ形式も全く同じようにしてですね、そのままモデルを変えずに突っ込むとどうなったかと。これ C410 のモデル、2層の折りたたみプーリング層、そして2層の全結合層、これについては後でまたお話しするので、よろしくお願いします。で、これに入れて学習をさせた結果、認識率どうなったかというとですね、はい、91から95% 認識したという結果になって、どう考えても科学習ですねという、そういう結論になったのが、まあ、そういう話をしたのが前回で、そこからですね、課題ですね、はい、学習これからですねテストをするにあたってですね、本当にメガネ見てるのかと、テンソーフローはメガネを見てくれてるのか、もしかしたらあのテストデータと、学習データをランダムで分けているので、当然共通するキャラクターがいるわけですよ。そうするとキャラクター見てるんじゃないのか、絵柄見てるんじゃないのか、そういった、疑問があるので、ここを解決したいと。あとは今は91から95と言いましたけれども、まあ判定精度っていうのは高いに越したことないので、判定精度を上げていく努力もしていきたいということで、今回ですねグラフの深層化をしようとトライをした。まあここから、今回の話題が始まります。はい、この C410、おんぶに抱っこでずっとやってきましたが、こいつについてですね、まあ、我々はもっと詳しく知る必要があると。まあ、改造するにしてもですね、これについてちゃんと理解していなければ、改造しようがないよねという、そういうことですよね。で、チュートリアル見ると、こんなエクササイズがいくつか書いてあるんですよ。はい。今の C410 のチュートリアルは、実際にあのクーダーコンプネットに掲載されている、レイヤー、まあ、構造とはちょっと違うよと。トップレベルのレイヤーを全結合層じゃなくて、ローカルコネクテッドレイヤーにしてみようよみたいなエクササイズが載ってます。じゃあこれやりましょうということで、はい、ローカリーコネクテッドレイヤー is 何で、今ですね、C410 のそのソースコード、これ 0.5、TensorFlow 0.5 時点のソースコードなんですが、ここローカルって書いてあるじゃん、もうローカルなんじゃないの、こっちもローカル4って書いてあるんだから、ローカルなんじゃないのってこうずっとこれ、違いがわからないのでですね、疑問でした。でもですね、実際の各層の説明を見るとですね、はい、フリーコネクテッドって書いてあるんですよ。フルリーコネクテッドだから全結合層なわけなんですね。っていうことは全結合層なのかな。じゃあこの全結合層をどうやって、まあ、ローカルコネクテッドレイヤーに変えるのか、それが僕にはさっぱりわからない。なので、検索します。特に GitHub の TensorFlow のリポジトリからこの用語で検索すればですね、どっかにやり方書いてあるだろうと。はい、検索しました。はい、たくさんリポジトリというかあのソースコードもあるんですが、ローカリーコネクテッドっていう単語がですね、このエクササイズのところぐらいしか出てこない。はい、手がかりなし。で、深層学習っていう本を僕ずっと読んでるんですが、そこにもローカル結合層っていうのはですね、用語として載ってないんですね。だから全結合層を変えろと言われても、一体どこをどう変えればいいのか、何が違うのか、解剖検討がつかない状態で、ずっといました。で、手がかりがあったのは、TensorFlow のサイトではなく、こちらコンプネットですね、あのクーダーコンプネットの方でレイアウトパラモスの中に、ローカリーコネクテッドレイヤーという定義が書いてあったんですね。そうすると、はい、This kind of just like convolutional layer、 折りたたみ層
まあまあほぼ一緒だよという感じのニュアンスで書いてある。ずっと僕前欠合奏と対になる意味の、要素なのかなと思ってたら折りたたみ奏に近いって書いてあるんですね。あ、そうなんだと。で、折りたたみ奏っていうのは、まあ、実際折りたたむ役割があるんですが、ローカルコネクテッド奏っていうのは全てに対してですね、フィルターをかけるだけの役割なんだよというようなことが書いてあると。で、そこまでは分かりました。でも結局じゃあこいつをするから精度が上がるのか、だからエクササイズをしたら精度が上がるの、計算量が下がって速度が上がるの、それともどんないいことが、まあ、他にどんないいことがあるのかっていうのがまだ皆目見当がつかない。で、日本語のサイトとか英語のサイトっていうのをずっと検索したんですが、このチュートリアルをやってみた、チュートリアルを実際動かしてみたっていうブログエントリーとかは山ほどあるんですが、エクササイズやってみたってないんですよね。なので皆さんにお願いしたいのはエクササイズもやってください。はい、分かる人エクササイズもやって、くれるとですね、大変僕たちは嬉しいということでよろしくお願いします。で、ここまで分かったらですね、じゃあ増やしてみようかと思うわけじゃないですか。ちょっとローカリーコネクテッド層にしてみようかと思うじゃないですか。僕はそうはせずにですね、若さに任せて折りたたみ層を増やしました。はい、コンボリューショナル層を1個なんかとりあえず増やしてみてと思ってですね、1個増やしてパラメータを調整して、まあ、コンブゼロというのを1個作ったと。はい、でその結果できた、あ、これ転送ボードに出てきたモデル図なんですが、ここ1個コンブゼロが増えました。こっちと比べると1層増えてます。はい、増やして前回と同じデータで実行した結果ですね、まあ、最初に出てくる、まあ、ステップ同じステップ数でもロス率が随分下がった、ロス率が出たと。だからいいのかな。でも代わりにステップごとにかかる時間がですね3倍ぐらいかかるようになってですね、あ、計算量上がっちゃったんだなという状態です。で結果としてはそんなに認識率が下がったような上がったような感じもしない。なぜもともと科学習気味なのでここで大きな影響はなかったです。はい、で次問題になったのが課題がデータの充実ですね。はい、なので頑張ってデータを集めましたと言ってもですね、もうメガネコ画像っていうのはほとんど取り尽くしているわけですよ、インターネット上にあるものは。だからプラス23枚、でいやいやですね、メガネをかけてない女の子の画像をですね集めて、データセットに追加するということで、ちょっとこうバランスが変わったかなぐらいのものです。で大きく変えたのはテストデータ、検証用データのより分けをこれまで自動でランダムでやってました。それを手で行う。はい、特にですね、同じ作品から分類してしまうとテストデータと検証、実際の学習データでキャラクター混じってしまうので、それは非常に気をつけて手で分類しました。これなんか1枚絵なんで大変良い例だと思います。1枚から4つのキャラクターの顔が撮れます。しかも4人中3人がメガネっ子という大変いい素材だと思います。はい、でその結果ですね、訓練データ1187、1187で、テストデータはやっぱり重複を恐れるとですね少なくなってしまって118と。はい、でこのままではですね、やはりデータ量の問題って解決してないので、はい、まあ、よくありがちなですね、ノイズを加えて水増ししようという作戦に出ます。はい、ぼかし、ガウシアンノイズ、インパルスノイズと。はい、でこんな感じでですね、これぼかしですね、強度を変えてインパルスノイズやガウシアンノイズですね、でインパルスノイズ強度を変えてたくさん画像を水増ししてできたのが3万2000枚と約。はい、ここまで増えて、でもテストデータはまあここノイズ加えても意味ないので118のままです。はい、じゃあこの大量のデータで学習をさせていよいよ試すぞと思った時に問題が起きます。はい、ずっと僕東京にいて大阪のサーバーマシンに命令を送って処理をしていたんですが、そのサーバーマシン側で GPU が使えなくなる。はい、突然ですねこんな感じで、はい、デバイスがないよって言われ始めたと。で、GPU 使えないと速度的にこれ4分の1ぐらいになっちゃうんですね。これ大変困る。じゃあリモートで再起動すればいいじゃないかと思いかもしれないんですが、
僕ですね、そのマシンってメインは Windows なんですよ。デュアルブートで Ubuntu を立ち上げているので、再起動するとコルタナになっちゃうわけですね。だから再起動すると Windows 立ち上がって、で僕が、大阪に帰るまでずっと Windows が、Windows アップデートぐらいをするぐらいの仕事しかしなくなるので、大変困ったなというのが、まあ、昨日のこと。はい、ギリギリです。でもね、今日初めて出る話題だと思うんですが、皆さんこれご存知ですかね。 Google クラウドマシンラーニングっていうのがこの前ですね、 GCP NEXT で発表されたということを僕も聞いてました。でクラウドベースの機械学習で TensorFlow も使えるということなので、こいつにもやらせてしまえばいいじゃないかと。で僕もですね、もう発表当時からすぐにアルファ1に申し込んでたんですよ。アルファ5にちなんでメガネコーっていうプロジェクトネームで作ってですね、よろしくってこう申請をしていたらですね、返事来てませんでした。はい、一言これはですね、あのジェフ・ディーンがもうそんな判定をする必要ない、僕が、指一本ね、スナップすれば全世界の画像がメガネっ子になるんだよという新しいジェフ・ディーン伝説を作ってくれるんだと期待をしています。なのでここからは CPU のみでお送りしていきます。 CPU のみなのでステップ数が大変限られています。はい、新しいモデルですね、層を増やした新しいモデルで、新しいデータセット、はい、3万2000まで増やしたもので、CPU で回しました。はい、63% から 71% の認識率です。これ、当たり外れっていうよりはこの五分なんで、デタラメになっても、まあ、当たるはずなので、これはほぼほぼ認識率っていうのは認識ちゃんとしてないんじゃないかなっていうのが今の僕の考えです。ただ、前回の 91% から 95% よりはよほどリアルな数字だと思ってます。はい、実際にですね、テスト中、学習中の値を見るとこんな感じでクロスエントロピーがもう完全にループしてしまってるので、これはもうパラメータの調整が必要という状態です。はい、こっちもですね、ロス率がもうここまで来るともう1000ステップ超えた時点でですね、もうそれから先行かなくなってます。はい、で今度旧モデル、旧データセットではどうだったかというと、こんな感じで 90% のやつってうまくですね、ストンと落ちてたんですよね。はい、じゃあやってみたいと思うのは、僕が手を入れる前のモデルで新しいデータセットでやったらどうなるかじゃないですか。はい、やってみました。はい、64から68と、だからデータセットが変わると昔の C410 のモデルでもやはり認識率っていうのは極端に落ちたと。むしろ僕が手を入れたやつの方がちょっと認識率が高かったぐらいの値です。ただこれもですね、 CPU なんで3000ステップやるのに、結構時間かかってます。はい、まあ、モデルの層が浅いというか1個ないので、こっちの方がよほど早くは終わったんですが、これも同じですね。クロスエントロピーもババババッとこう上下するだけで、特にそれから下下がらない状態になってしまいました。はい、で、これに基づいて今後の課題ですね、フィルターをかけるのもいいんですけど、どういうフィルターをかけたらですね、適切な水増しになるのかっていうのをちょっと検討していきたいと。今増やしすぎてる感があるので、特にガウシアンフィルターの方はもっと数を減らしていきたいと思っています。あとはこの状態で判定精度を上げるのもいいんですが、この状態だとテストが悪いかデータが悪いかモデルが悪いかっていう切り分けできないので、モデルを変えたときは元のシーファテンのデータに戻って一回精度が上がるか下がるかっていうのをちゃんと検討したいと思います。はい、で、あとはグラフの深層化ですよね。これどんどん、あとパラメータ調整、あとは具体的にどんなデータをご判定したのか、どんな画像をご判定したのかというのをちゃんと割り出して、そこを補強するようなデータを計画的に入れるようにしたいと思っています。はい、で、そういった努力をですね、これから、約2週間ぐらい続けてですね、次回4月30日にまた、GDG 神戸でですね、また和則さんも来られるんですが、勉強会やりますので、神戸大変近い場所にあると思います、皆さんから。はい、なので気軽にお越しください。はいはい、で参考ですね、前回も参考でいっぱい載せたんですが、今回ちょっと
械学習のデータセット画像枚数を増やす方法と、これキータにある記事なんですが、この作者の方ボヘミアンさんですね、大変ですね僕はお世話になっている、こちらのおそ松さんの娘を見分けるっていうのもボヘミアンさんの作品というかの記事なんで、もしかしたらこの会場に来られているかもしれないんですけど、もし来られていたら後で握手をぜひしていただきたいと思います。はい、ご清聴ありがとうございました。大変面白いお話ありがとうございました。ちょっとすみません、私が聞き損ねただけなのかもしれないですけど、テストデータの110何個のうちの割合はメガネっ子とメガネっ子じゃないのは何個ですか？55にはできなかったと思います。今ですね、まあ一体、メガネっ子2、非メガネっ子1ぐらいの割合ですね。ということは2対1だとその絶対メガネっ子っていうと60%当たるんで、それが結果が全部メガネっ子って言ってる可能性もありますね。はい、あ、じゃあここは検証されて、一応検証していて、YouTube とかであるとあまりその画像をこれがダメでしたっていうのが出せないのであれなんですけど、非メガネっ子メガネっ子と検出しているパターンとその逆っていうのは両方あります。あ、はい、片方言ってるわけではない、言ってるわけではないですね。ありがとうございました。はい、他に質問はありませんか？ありがとうございました。私もちょっとアイドルの顔認識っていうのを趣味でやってまして、はい、それで最初やっぱりそのスーパーテンのやつと同じものでやったんですけど、あれって入力サイズ 32×32 ですよね。はい、画像の結構ちっちゃくないかなと思ってまして、僕はそれを 64×64 にして、あ、それを増やしてる、はい、その後ですね、ランダムクロック入りますよね。あれランダム画像をこうパパパパパッと同じ画像なんですけど、 32×32 の画像をちょっと小さめの画像でこうずらしながら切ってる処理があるんですよ、インプットのところ。そこを僕は64と52ぐらいの値にしてランダムクロック入れてます。はい、ランダムクロック、ランダムフリップで確かガンマ値のぐらいのフィルターはこの読み込むときに自動でじゃないですね、変装フローのこの C410 のやつでもかけてあるので、はい、そういうのもやってるでもやっぱり 60% とか、そうですね、はい、はい、最初128にしてたんですが、はい、GPU 側でメモリが確保できないってエラーが出まして、はい、なので64にちょっと保守的に、本当は96ぐらいいけると思うんですが、はい、はい、なのでもう少し画像の大きさを大きくしててやりたいんですが、今ご存知だと思うんですが、 C410 って基本1枚1枚の画像をビットマップにしちゃうの で、 そうです、ね、でかいんですよね、画像 の、 そのデータセットが、はい、だから JPEG 確か書かれていたと思うんですけど、 JPEG を直接読めるようにとか、そうですね、 JPEG バイナリーを、はい、はい、そういうふうにちょっとうちも移行していきたいなと思ってます。ぜひ後でお話しさせてください。はい、よろしくお願いします。かずのりさんもおっしゃってたんですけど、メガネっ子を認識するには何層がいいよみたいな知見のある方がおられましたらですね、後でぜひ教えていただきたいなと思います。